はい、どうも皆さんこんにちは、かもつけです。はい、どうも皆さんこんにちは、かもつけです。ですね、今回はこちらですね。まあ、そこ、結構前の動画で紹介したと思うんですけど、スペキオス細赤クワガタ、マライタとマル、WFR。ね、浮かしたんですよ。で、その申請中の動画をちょっと上げてみようかな、ということで。ね、やってみたいと思うんですが、出てくるかな。まあ、浮かしてるのは確実なんで、どっかにいるんですけど。どこかな。まあ、こいつらのいいところはですね、プリンカップで浮かできるっていうのが最大の利点であって。はい、よいしょ。で、まあ、見てもらった通りですね、ちっちゃいんですよ。ほら、ほら、ほら。ね。だってほら、小指よりちっちゃいんですよ、ほら。こんなもんですよ、大きさ。で、今回浮かしたのは3頭確認しております。で、ちょっと掘り出していきたいっていうか、こんな感じで、もう一匹もいてててててが結構ガッチリ掴んでくるんですよね、こいつら。で、はい、こちら、お、なんかこいつメタリックだね。ほら、はい、のさんと浮かしてきたわけですけど、ほら、見てもらったら分かる通り、すべて、はい、すべてメスでございます。ね、はい、すべてメスです。残念ながらというわけで完全な浮かずれです。で、裏を見てもらうと、あっとっとっと、はい、なかなか裏が行ってくれないな、こいつ。公職近いのか。はい、裏がこんな感じですね。この2頭は赤みが強いんですけど、こっちはややこう、ブラウン系というか、ね、そのような感じになってます。まあ、非常にこうね、最近、ここ1、2年はほんと割り個体が入ってきましたけど、ね、それまではほんと野外品の入手はほぼ不可能で、ね、ちょっと国内の地的にちょっと限界が来てるんじゃないかって思うぐらい、ちょっと入手がなかったんですよね。本当野外便のあれは聞いたことなかったです、こう1年の時。まあ自分が始めてるのも飼育始めてまだ3、4年、まだなってないんであれなんですけど、でも本当ビークラなんかでも野外便の入手が困難って書いてあったんで、相当ね、マライタ島っていうのは相当離れた場所なんであれなんですけど、本当ですね、そういう意味では本当行ってくれた方に感謝ですよね。そういうとそういうね、むしろ取ってきてくれた人には本当にねえ、本当なんとこれ類談したいんですけど、なんオスがまだ幼虫なんですよね。ちょっとどうにかしてオスを入手してですね、この貴重なチョコを浅いステージでですね保っていきたいなと思ってるんですけどね、どうなることでしょうか。それではですね、動画を終わります。